いやなんかね、割とこれこの対抗のされ方は梅田くん来るっぽいから、なんか結構白出ると思ってるんだけどね、ミーティング前で。ミーティング4人、ミーティング組は絶対無理。ネロ、アベ、アカネタ、アッタ、一旦、ごめんなさい、一旦待って、もう一回ボタン押そう。スナッパイさんは、はい、ぐらいです。はいはい、よろしくお願いします。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 相変わらずだね。乾杯。別に体調が悪いとかそういうわけじゃないんで、よろしくです。ほっ。はい。うい。はい。よいしょ。はいはいはい。あ、お化け二人いんのか。うん。どうも、お化け A です。うん。B です。C です。でもどっちも A です。ちげえだろ。あ、ゲームは載ってないよ、そう。あ、ほんまや。なんで？こっちか。これで乗るんじゃない？Thank you.ナイス。はい、バイバーン。3匹も釣れないですよ、その時間じゃ。サボかな。釣るんだよ。無茶言うの。代わりにゲンさん釣ろ。125。はっ。もう一番ええ。ペイ梅。はっ。カフェで用足すか。見てない、見てねえな。展望台を直したのがゲンです。吉光が梅剣。はい、閉じたら一人でした。分け洗いますか。カフェテリアは赤メタメアだったかな。アベメタメエハタです。あ、うん、あ、そんないたんだ、はい、あれ俺もいた気がしたけど。ハイブリさんもいた。あ、うん、うん、アベメタメエハタブリで、ドロップシップがネロスナハタ。梅じゃん。あ、ごめん、ネロ砂梅だ。はい、大変失礼。チンタロー音質ターン分けです。上部展望で私と会いた方、うん、いないですよ。じゃあ藤宮さんだ、それアッパーかな。じゃあ、うん、アッパー脇が藤宮ね、うんうん、アッパー展望の間で私と会いてるのが藤宮さんですね、うんうん、まあ左には残らなさそうな気がするけども。テンさんの動きが、私は鉱山で2つタスクをやった後展望に入って直し、うん、ドアを2つ開けてます、うんうんうん、じゃあ上行ってる場合は僕が怪しくって、下行ってる場合が慎太郎さんって感じかな。うん、慎太郎はどういう感じの動きしたの。音質から音質から左側で流れてるイメージかな。最初に研究室の方に行って、うん、そこから下回りでキッチンの方に向かってる途中今。あ、だとしたら俺太鼓かな。あ、まね、太鼓、うん、俺が。あ、でも僕ね、うん、多分5秒前ぐらいにジャングルのあれ踏んでるよ。キノコジャングルの左側のキノコを踏んでる5秒前ぐらいに。いや、研究室から行ってるんだよね。ああ、研究室から行ってる。俺はキッチン前の棒を拾った後下回りで研究室に今入ってるから。メヤ君ってキノコ見た？研究室ある時に見たと。メヤ君が来るだったら多分そのキノコのもやですれ違ってることになるから。研究室に入る小さい L の入り口らへんにキノコのあれ、うん、あるよね確か。そうそうそう、あります。あれは踏まれていたかどうかは覚えてる。うわー、覚えてないっすわ、ごめんなさい。覚えてないけど、でも確かに研究室の扉が開いてたのよ。さっきは閉まって終わってるから、うん、研究室に誰かが入ったことは間違いないんだけど、うん、いやなんかね、割とこれこの対抗のされ方は梅田くん来るっぽいから、なんか結構白出ると思ってるんだけどね、ミーティング前で、うん、ミーティング4人、ミーティング組は絶対無理。ネロ、アベ、アカメタ、ハタ、一旦、ごめんなさい、一旦待って。もう一回ボタン押そうか。迷信のやり取りなしにしても、多分ゲーム梅信で完結しそうだなって聞いてて思いました。スナッパイさんは？
もちろん今の。麺屋さんなんだ。二人死ぬんだ。メケンが死ぬなら。ミーティングの下でレポート書かれました。はい、ミーティングの左下に死体があって、横にスナパイさんがいる状態。ただ、俺も今ミーティングに入ったばっかりだから、上側に誰か抜けてる人は見てますか？抜けてないけど、俺は見てない。今下から来た？はい。阿部ってそれ見てる？いや、見てない。僕、研究室に入って。入るときに。うん。スナパイさんとか。いや、見てない見てない。僕はネロちゃんが研究室の左下か右かなに行くのが見えたぐらいです。今俺、ミーティングの右下のとこに行って、ミーティングの右下のキノコのとこにいるのね。うんうん、で、スナパイさんとを、スナパイさんに合わないパターンってあんまないと思ってて、俺と阿部が。あ、俺ね、もともとミーティングにボタンを押しに行こうと待機していて、コミュサボが鳴って移動して戻ってきてた感じ。そうですね、初動で行ってましたね、今、スナパイさん。はい、まあ、切って出ていくは一応あり得る。俺ドロップシップのタスクだけやって直線的にミーティングを降りていってるので、ドロップシップでタスク出てる間とかに抜けて左とか抜けて、ゲンさんと慎太郎さんって白出る方いない。いや僕今保管庫が最終でジップに乗ろうとしてるところで終わってる。めっちゃ怪しい。私は展望台の入り口でドアを開けようとしてます。これ保管庫今いるんですか？ね、ジップの乗り場の前ぐらいで、もう手をかけるぐらいで。俺今、ジップの途中でね、ピンポンパンって感じなんだけど。これ今、米そば治ってましたっけ？治ってないです、治ってないです。治ってない。私、慎太郎さん私まで次ゲロ絶対一応落ちるっていうのが苦しいなと思います。慎太郎さんいないけどな。対抗原産なのこれって。原産はどこにいるんだっけ？私は、展望台のドアの前です。まだ開いてません。できれば慎太郎ゲーム名言だからってこと、うん、ですね。なんか僕あれあんま納得しなかったんで、スナパイさんって入らないの、まあ、ちなみに。今回のキルは入ると思う、うん、今回のキルは俺のレポートだけど入るんじゃん。前回も弾けてたんでしたっけ？前回ドロップシップ組、ええ、ミーティングいなか、あでもミーティングにはいない。でも藤宮さんが私視点では右で湧いてるんですよ。アッパーと展望の間のところで一緒で湧いた記憶があるんで大移動しない限り左側。これ原神これどうするの、うん、で慎太郎に俺は入れるけど、私ボタン押したんで、私まで釣りたい方は押してください。対抗上げるなら僕は赤目とさんなんで。でも保管庫いないっすよ、多分。俺が絶対そこで明確に対抗だから。通信。まあ、もう一回話しましょう。はい。ああ、マットだよなぁ。まあ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 。ってことはやっぱ砂場屋さんだと思うんだよね。全然ワンチャンの30秒経つからですよ、ほら。うん、わあ、そっちか。マットだったんだ。あら、ナイス。なんと、うん、ナイス。うん、なるほど。初手って誰が切ってるんですか、俺。私です。おばいさんでしょうね。ほえー。ほら、ミーティングに。いやいや、いない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 。サバさん、いない、いない、いない。ドロシ脇から上上がって。ああ、そう、なんかその話、その話をする時間がなくて。確かに。そうね。全然スナパイさんが一番怪しくねえと俺思ってたんで。そうなんだよ、ね。スナパイでもちゃんと一緒に保管庫まで行ってるからね。梅健さんには見られないのか。そうだ、俺ネロちゃんとすれ違って保管庫入って登って通信室直してるだけだから。そっかそっか。あ、そういえばその黒猫タスク2だったんですけど、あだって2でいいんでしたっけ？ゲームラは2でやってるみたいに。あ、そうそうなんだ。やるけど、まあ、1にして。あ、じゃあ2で。あ、まあ、別に。たまに私が向こうで部屋にした時に帰るのがめんどくさいって言ったから全然いいと思う、全然いいと思う俺は。うんうん。